では解説に入らせていただきます。こちらの線のところは少し、この部分が丸くなるようにして書いてください。この線は長く、しっかり長く取って書きましょう。こちらの最後は、次の手へ向けて上へ筆を運ぶようにして書いてください。こちらは続けて このようにして書きましょう。こちらの線のところはしっかりと右上がりをつけて書きましょう。こちらの新娘のところは内に入るようになるようにして書きましょう。こちらの点のところは右上がりになるようにして書いてください。こちらのところは柔らかく、取って書きましょう。こちらのところは続けて、から右へ続けて書いてください。こちらの塔の下のところは少し下に下げて、このようにして書きましょう。こちらのところは上の部分より左側に、こちらも上のところより左側に線がなるようにして書きましょう。こちらは続けて書いてください。こちらの線はゆっくりでいいですので、柔らかくして書いてください。こちらは少しこのようにして丸く取って書きましょう。こちらの縦線はそれぞれ内側に取って書いてください。こちらは空間が空くように、このようにして書いてください。以上です。